皆さんこんにちは。本日は新潟県の新潟駅に来ています。今日はここから快速の名に恥じる快速列車、快速紅花に乗ってみようと思います。というわけでどうぞよろしくお願いします。今回乗車するのは新潟駅を8時40分に発車する快速紅花米沢行きです。この列車は新潟駅を出ると白新線の豊坂、柴田、中条、坂町に停車した後、坂町からの米坂線は終点の米沢まで各駅に停まります。ちなみにこの列車の乗車時間はだいたい3時間ぐらいなんですけど、そのうちの2時間は米坂線を走る時間なので、全体の3分の2が各駅停車という快速列車になっています。これを快速と呼んでいいんでしょうかね。 JR がそうやって呼んでるんだからまあいいんだと思うんですけど、なんかちょっとねあれですよね。はい、そんなことを話しているうちに列車がやってまいりました。車両はキハ110の2両編成です。はい、うるさいエンジン音と臭い軽油の匂いを撒き散らしながら新潟駅4番線ホームに堂々の入線です。はい、ちなみに列車名の紅花は山形県の名産品となっています。それでは早速乗車していきましょう。8時40分、多くの18キッパーを乗せ新潟駅を発車です。終点の米沢までは約3時間かかります。長い。それにしても新潟駅はこの数年ですごい綺麗になりましたよね。
お乗り換えです。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。11時31分、列車は終点の米沢駅に到着しました。この快速紅花号、まあまあ楽しい列車となっておりますので、皆さんもぜひ一度乗ってみてはいかがでしょうか。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価、Twitter のフォローをお願いします。それでは、さようなら。